秋田県立図書館。秋田県立図書館は、秋田県秋田市にある公共図書館である。秋田県教育委員会書館。1993年、平成5年に開館した原施設は、秋田県公文書館、秋田県総務部書館と建物を共用する。2012年度における、蔵書冊数は約80万5千冊。文館として、 秋田県立図書館秋田文学資料館が設置されている。秋田県立図書館の前主として、1879年、明治12年に創立され、翌年開館した秋田公立書籍館の存在が挙げられる。これは、秋田県立図書館の前身にあたるとされ、地方としては、京都、高知、宮城などと共に最も早くに設置されたものであった。県の国有によって、 旧藩時代の資料の散逸を防ぎ、和漢用の書籍を広く集めることを目的として、開館した書籍館であったが、開館から半年で、秋田市藩学校の付属施設となり、同行に移転している。1882年、明治15年には、市販学校から独立し、名称も秋田書籍館と改められたが、 時の財政困難を理由として1884年、明治17年に、休館、蔵書は、市販学校に帰宅され、1886年、明治19年には廃止されるに至った。改めて、秋田県立図書館が設立されたのは1899年、明治32年、秋田県立秋田図書館として、千秋公園内の一角に開館した。これは、 府県立図書館として、京都府立図書館に次ぐ2番目に古いもの出ると称する。合わせて、秋田図書館規則が交付されている。秋田県立図書館が、近代公共図書館としての基礎を確立したのは、第2代館長、初の専任館長であった、佐野智三郎の施策による、東京大学、後東京帝国大学予備門以来の友人であった、秋田県知事伝、 千代三郎の要請で秋田に赴任した佐野は、1900年、明治33年4月から1903年、明治36年山口、県立山口図書館館長に転ずるまでの約3年間、当館の館長を務めた。佐野の施策である、軍立図書館への設立補助制度、巡回文庫の実施、多額の図書購入費の継続実施と、 共同資料の収集の3点は、図書館サービス、図書館サービス網の原点として評価され、特に巡回文庫の実施は、日本近代図書館史において高く評価されるもので、あるとされる。佐野の構想は、図書館事業の普及発展により、県民に良質な図書に触れる機会を増やし、読書習慣及びその実益の普及を目指すものであり、巡回文庫の実施及びその受け皿となる。 軍立図書館の設立法助はその要定をなす、ものであった。1901年、明治三十四年の北秋田軍立図書館、後の大館市立、泡森記念図書館を皮切りに、山本軍立、1902年、後野の野城市立図書館、仙北軍立、1902年、後の大仙市立大曲り図書館、南秋田軍立、1902年、後野の秋田市立土崎図書館、 お月軍立、1903年、後の湯沢市立湯沢図書館、百合軍立、1903年、後のゆり本城市中央図書館、平賀軍立、1903年、後の横手市立横手図書館と、この時期7巻の軍立図書館が誕生しているが、これらは1901年、明治34年、5名の県議によって、秋田県会に提出された。 図書館設置奨励のために補助金を交付すべきであるとする権利に基づいて予算が講じられたものであり、一箇所に月に100円の補助金が交付された。なお、5月軍立図書館を除くこれら軍立図書館は、1923年、大正12年の軍政廃止から1932年、昭和7年に各館それぞれの地元町に移管されるまでの約9年間、 当館の文館であった。軍立図書館の整備を受け、1902年、明治35年からは、巡回文庫の実施が開始された。この巡回文庫は、約150冊程度が、収納可能な、高さ2尺、長さ3尺、深さ8寸の木製の箱で4機が用意され、1箇所に月3ヶ月の利用、各図書館では、年4回の文庫の巡回を受ける仕組みであった。 この巡回文庫は1902年、明治35年、1903年、明治36年の2年実施されただけで一時中断してしまうが、その原因は日露戦争のほかに巡回文庫の事業が短所についたばかりで、佐野が山口県立所管庁に転任してしまったことも原因の一つだったようである。秋田では巡回文庫の成果を十分に確かめることができなかった。 佐野であるが、その活動は山口においてより発展を見ることになる。佐野退任後の秋田県立図書館は、日露戦争による一時的な巡回文庫の停止があったものの1907年、明治40年には復活し、明治期末まで増書5万冊の規模で推移し、書庫の増築などを重ねながら運営されてきたが、1914年、大正3年、 大正天皇即位記念事業として、記念会館、記念図書館の建設が見解で可決され、1919年、大正8年、秋田市東根小屋町にルネッサンス風の新図書館が開館した。この新図書館では、一般閲覧室のほかに、児童閲覧室と、婦人閲覧室が設けられ、社会教育活動の拠点としての性格が意識されることとなった。また、 前述の通り1923年、大正12年には、軍政廃止により、北秋田、山本、仙北、南秋田、由利、平かの各図書館が、当館の文館となったほか、軍立図書館のなかった数の軍では、花輪町にあった、軍街道を県に移管し花輪文館とした、後の数の市立、花輪図書館ことで、県内全軍への公立図書館の設置を見た。 1924年、大正13年県社会教育主事であった吉村定吉が県人官長に就任する1926年から、県人官長と意欲的な施策が次々と推進されていくことになる。具体的には、新聞閲覧室の設置、行動の一般利用の開放、秋田図書館法の発刊、研究室の設置などが挙げられ、 中でも研究室は、その利用対象は、当時の検定試験読学者を主としたものであったのの、研究室利用者は、備え付けの図書を自由に利用でき、学習を支援するために五人の研究指導者を置くなど、極めて画期的な事業であった。また吉村は九百二十五年、大正十四年、秋田高校会を設立し、秋田県の考古学及び近代史研究の端緒を開くとともに、 秋田高校開始を発行した。吉村は1929年、昭和4年までの約6年間、当館の館長を務めた。一方で、昭和期に入ると、国内図書館会の官僚化による活動の変質、そして昭和教皇の時世のもと、当館の活動もその影響を受けていくことになる。1931年、昭和6年県は文館を、 それぞれの所在地の町に関することを決定すると、翌1932年、昭和7年に、これらは廃止され、全県的なサービス網が分断されてしまった。その一方で、図書館統制強化が打ち出された、改正図書館令、1933年制定の元、当館は、秋田県の中央図書館として位置づけられることとなった。かねてより行われてきた。 巡回文庫の実施も影響の例外でなく、1932年新設の県社会教育課の職唱に図書館及び巡回文庫にぜきする事項の定めがあり、この時点で巡回文庫は図書館事業というより社会教育施策の一環として認識されていたとされ、1935年昭和10年新たに交付された。 秋田県立秋田図書館規則では名称を貸し出し文庫と変え、地域協議を目指し学校や青年団なども対象に含めた読書普及の施策に変容していったのである。太平洋戦争は10日にも1945年、昭和20年6月に貴重な資料約500点の疎開をさせるなどの影響をもたらし、戦後も県内の小規模図書館の多くが、 消滅していったものの、1947年、昭和22年に、秋田県中央図書館報告を提出するなど、当館は引き続き中央図書館としての機能を維持している。図書館法、1950年制定制定に先立つ1949年、昭和24年には自由設出を置き、1951年、昭和26年には、 所蔵文庫を NDC に準拠した分類体系に整理して、郷土文献目録を刊行した。翌1952年、昭和27年には、県内主要図書館10館と連携して、新たに配本書方式に基づく貸出文庫が発足した。これは、県内10カ所に設置された配本書を通じて 4H クラブ、青年会、婦人会、 読書会などに1ヶ月50冊をめどとして貸し出す、方式であった。貸し出し文庫の及ばない壁地に対しては、1953年、昭和28年に導入された自動車文庫、オリオン号がカバーした。全3コース、県内60カ所に設置されたステーションを巡回し、走行距離は9 3 9トルにも及ぶ、ものであった。九百六十年、昭和十五年には、 第二オリオン号が導入され2台での運行となり、このオリオン号の活動は1987年、昭和62年まで続いた。秋田国体が開催された1961年、昭和36年には、秋田重中宮区町に、秋田県民会館、秋田県日米文化会館、1971年廃止の複合施設として新館が完成し、11月に、 開館した現在の秋田県立図書館は、1993年、平成5年秋田市、市秋名徳町から、道産王新町に移転した際に現名称に改められたものである。施設としては4代目にあたり、秋田県公文書館との複合施設、施設概要にて講事である。先代の施設は、改修を受け、秋田県民会館文館、 ジョイナスとして2018年、平成30年まで使用され、2006年、平成18年には、文館として、秋田文学資料館が開館した。特に注釈をふさないものは、秋田県立図書館公式サイトの記述による。本館の建築構造は、鉄骨鉄筋コンクリート作り、一部鉄筋コンクリート作り、及び鉄骨作りの地下1階、地上4階、 一部3階建てで、秋田県公文書館との複合施設である。延べ床面積は12,445.7平方メートル、敷地面積は7,443.85平方メートルで、1階部分に、吹き抜けのエントランスホール、図書館事務室、書庫、利用者用ロッカー室などが、2階部分に、図書館閲覧室、公文書閲覧室などの書室が設けられている。 3階は公文書館の事務室、書庫、整理研究室などが、4階は県立図書館の書庫となっている。考え貸し出しは、秋田県内在住、または勤務している者、及び学生で寄生先が秋田県の者が対象。貸し出しには利用者登録を要する。また、当館所蔵の資料を県内の市町村立図書館、公民館図書室を通じ出入ることも可能である。 利用者の調べ物について、図書館の資料等を使って支援する、レファレンスサービスを行っており、電話、ファックス、文書、メールでも受付を行っている。レファレンスサービスへの認知の向上のため、2006年、平成18年にイメージマークを作成、翌2007年、平成19年により、県内の図書館で掲示を行っている。開館時間の規定は、 教育機関の管理及び運営に関する規則第2条による。旧管理の規定は、教育機関の管理及び運営に関する規則第3条による。秋田駅から西に約 3km に位置し、自動会館通りを挟んで、秋田県障害学習センター及び秋田県児童会館と相対する。三大大通りを挟んで北側には、秋田県立体育館があり、 その先には、八橋運動公園が広がる。交通機関は、秋田駅西口より、秋田中央交通バスの中央交通線、臨海営業所線、県立プール線、県庁、寺内経由土崎線他が頻発しており、県立体育館前下車。所要時間は10分余りである。秋田文学資料館、文学資料館は、秋田県立図書館の館であり、秋田に、 ゆかりのある作家の資料の資料を収集、保存して、散逸を防ぎ、県民共有の財産として公開し、活用を図ること目的として2006年、平成18年に開館した。建物は、秋田県立秋田東高等学校、秋田県立秋田明徳館高等学校の前身の校舎を改修して、再利用したものである。開館時間の規定は、 教育機関の管理及び運営に関する規則第2条の2による。休館日の規定は、教育機関の管理及び運営に関する規則第3条の2による。秋田市の中心市街地に近い中通り地区に位置し、近傍には、秋田市民市場などがある。秋田駅からは、徒歩10分ほど、秋田市中心市街地循環バス、グルルでは、南大通り、中通り病院前はステー。 または、秋田市民市場前バス停が最寄りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。